それではD、今度は製品を運ぶの、部分ですね。大門四角1番作業を始めると毎分15個ずつの割合で製品が作られる工場があります。この工場には作業を始める前にすでに450個の製品が溜まっています。この製品を作業を始めると同時に2台のベルトコンベヤーを使って運び出すと溜まった製品が10分後になくなりました。次の問いに答えなさいというので設問1番2台のベルトコンベヤーを使うと1分間に何個の製品を運び出せますかというんで、まずもともと450個製品が溜まってて10分間で処理できたので1分間で処理できる個数を求めてみましょう。溜まっていた分1分間で処理できる個数というのは450溜まっていて10分間なので10で割ってみましょう。そうすると45個処理されているんですね。ただしこれは45個だけではなくて作業を始めると毎分15個ずつ製品が作られているので作られた分加えて1分間で処理できる個数というのは足して60個と導き出せます。設問は2台のベルトコンベヤーでということなのでこの60が答えとなります。続けて括弧2番今度は3台のベルトコンベヤーを使うと溜まった製品は何分後になくなりますかというので今2台で60個処理できたので1台だと1分間で処理できる個数は割る2をした30個と導き出せます。もともとあった個数が450個なので、1分間で処理できるのは30個、これにかける3台なので3倍しましょう。ただし、新たに1分間に15個加わるのでその分は減らしておきましょう。式をまとめるとまず1分間で3台なのでかける3、新たに15個加えられるので、ここ引く15としましょう。そうすると答え、式は450÷90-15で75、これ割り算しましょう。15で割ると3、30、そうすると15で割ると失礼、150が3つで2倍、それとか75、15で割ると5ですね、してる5、15で割ると30、そうすると6分後になくなります。3台使うと6分後と導き出せます。続けて大門四角2番作業を始めると毎分20個ずつの割合で製品が作られる工場があります。この工場には作業を始める前にすでに700個の製品が溜まっています。この製品を作業を始めると同時に3台のベルトコンベヤーを使って運び出すと溜まった製品が10分後になくなりました。運び出すコンベヤーの台数を初めから4台にすると溜まった製品は何分後になくなりますかという問題ですね。今度大門四角2番初めにあった個数が700個、これを処理するのにベルトコンベヤー3台だと10分ということで1分で処理できる個数700÷10分なので10、そうすると70個処理できますね。ただし1分間に20個ずつ製品が加わるので20個足しましょう。そうすると1分間で処理した個数というのは実際には90個なんですね。これは3台のベルトコンベヤーなので1台あたりの個数は当然3で割って30個と導き出せます。設問、じゃあ4台使ったら何分で処理できましたかというので4台使いましょう。4台の時は全体の個数700個、1分間で1台で30なんで 30×4 とやりましょう。ただし新たに1分間に20個作られるんで20引いておきます。そうすると700÷120-20で100、そうすると7分後に、製品は処理し終えることができると導き出せます。続けて大門四角3番、工場から毎分同じ個数ずつおもちゃが運ばれています。今毎分9個ずつ箱に詰めることができる人たちでいつもある一定の個数がたまった時から箱に詰めることにします。
2人で詰めると24分後に詰め終わり、3人では15分後に詰め終わります。次の問いに答えなさいということで、括弧1番、1分間に運ばれてくるおもちゃの個数は何個ですかって言うんですね。で、これ、毎分9個ずつ箱に詰めることができる人たち、まず1点目チェックしましょう。で、2人で詰めると24分後に詰め終わりますんで、この場合に何個処理されたかっていうのを求めてみましょう。括弧1番、1人で1分間に9個ずつで、2人で詰めると25分間に詰め終えるというので、2人分、1分間処理できる人数2人分して、それに24分時間かけてみましょう。これを計算すると 18×24、 そうすると 72、36、432 個と導き出せます。で、人数変えた場合がもう一つの条件ですね。今度、3人では15分ですね。かける3倍、1分間で27個、そうすると15分ですね。これも計算すると405個ですか。で、これが、この差が、24分と15分間の9分間で増えた個数の差ですよね。だからこれを求めてみましょう。差を24-15、それが、9分ですか。個数でいうと、27個。そうすると1分間に運ばれてくる個数というのが 27÷9 で3個と導き出せます。1分間に運ばれる個数ですね。続けて括弧2番、何個貯まったら箱詰めが始まりますかってね、例えば、2人で詰めると24分間に貯まった個数が432個なので、432個、そのうち運ばれてきた個数1分間に3個なので、24分間に運ばれてきた個数引きましょう。72個なので360個と導き出せます。これを使って括弧3番、今度は6分後に箱詰めを終わるには何人の人が必要ですかってんで、6分間ですね。全体の個数、例えば、360個ですよね。初めに360個あって、6分間で処理されたもの、これは60個と分かります。1分間あたり、60個処理できればいいので、6分間、で割りましょう。で、1分間あたりに3個増えるので、全体的に処理できる個数は、63個で、1人が箱に詰められる個数というのは9個なので、これを9で割りましょう。そうすると答え、7人と導き出せます。続けて大問四角4番、毎時間同じ量の肥料を休まずに生産し続ける工場があります。今180トンの肥料ができたところで5台のトラックで運び出したら、ちょうど2時間でなくなりました。そこで何時間か運び出すのを中止して150トン溜まったところで、再びトラック2台で運び出したら5時間でちょうどなくなりました。どのトラックも毎時間同じ量の肥料を運び出すものとします。として次の問いに答えなさいということで、括弧1番、1時間に1台のトラックが運び出す肥料の量は何トンですかって言うんですね。括弧1番、1時間でって言うんで、2時間で180トンを運び出すことができるので、1時間では、例えばトラック5台の場合、180÷2 で90トンを運び出すことができますね。これトラック5台の場合ですね。1時間で運び出す量ですね。トラック5台ですと 180÷2 で90トン、でトラック2台ですと、トラック2台、そうすると150トン溜まったところで5時間かかったってですね。150÷2台、75トンですか。失礼。トラック5台ですね。5時間ですね。5時間かかったと書いたんで5で割りましょう。そうすると30トンですか。そうするとこの差見てみましょう。トラックの台数3台分で
90-30 で60トン。これを手がかりにすると1台で、もう運ぶことのできる量というのは60÷3で20トンと導き出されます。これを踏まえて、続けて括弧2番。1時間に工場で生産される肥料の量は何トンですかってんで、2台のとこを使ってみましょうか。2台。1台が20トンなんで、2台だったら、かける2ですけれども、運べる量が30トンなんで、生産される台数は引きましょう。30引いて10トンと導き出せます。で、続けて3番。では、180トン溜まったところでトラック3台で運び出すと何時間かかりますかというので、もともと180溜まる1台のトラックが運べる量が20トンですね。これが3台なんでかける3、しかし、生産される台数が10トンなんでこれ引いておきましょう。そうすると180÷50ですか。そうすると割ると 3.6 時間、質問が何時間かかりますかというので、そのままこれが答えになります。